宮城県古川工業高等学校は、宮城県大崎市古川北町4丁目にある、男女共学の県立工業高等学校、通称は、古工、または、古テク。宮城県の、スポーツ名門校として知られている。1934年に創立。宮城県内には、理数科のある高校が少なかったことから、理数系を志望する者は、高専や工業高校を受験する傾向があり、大崎市内では、古川工業がその役割を果たしてきた。古川駅から近いため県内各所からのアクセスが良いこともあり、入試倍率が高く、特に電子科は、県内トップクラスの倍率であった。1990年代は、同じ大崎市内の進学校である、古川高校が、普通科のみだったこともあり、偏差値がさして変わらない時期が長らく続いた。就職率が大変高い学校として知られ、卒業後は東北電力などの地元大手企業への就職が多かったが、2000年代以降は東北学院大学工学部や東北工業大学、日本大学工学部などに進む者も多数おり、稀に例はあるが国公立大学へ進む者もいる。また、運動部は私立大学へ進み競技を続ける者も多数いる。すべての運動部が県大会優勝もしくは上位入賞し、全国大会出場経験のあるスポーツ強豪校である。特に男子バレーボール部は名門でバレーボール日本男子代表を2人輩出している宮城県の高校バレーボールを題材にした週刊少年ジャンプ集英社連載の漫画配給の伊達工業高校のモデルにもなった。硬式野球部も2011年に甲子園に出場しており、宮城を代表する強豪校であり、自転車競技部も数多くのプロ競輪選手を輩出している。その他バスケットボール部、ハンドボール部、卓球部、柔道部、陸上部、スキー部、ダンス部なども県下トップクラスの実力を持つ強豪校であり大変部活動の盛んな学校として知られている。教育基本法及び学校教育法に定められた高等学校教育の目的並びに目標を達成するために本校として次の目標を定める。校章後期応援団旗、スクールカラー土木に関する基礎的、基本的な知識と技術を学ぶとともに、街づくり、地域づくりに参画できる人材の育成を目標としています。また、情報に関する授業においては、ワープロ、表計算等の資格取得を目指しています。卒業生は、官公庁や建設関連会社で土木技術者として各地で活躍しています。建築に関する基礎的、基本的な知識と技術、現代社会における建築の意義や役割について、就業体験や現場見学なども交えながら学習します。卒業後は、建設関連企業の中堅技術者の立場で、施工管理技師、建築士として、また建設業や設計事務所を設立し社会で活躍しています。電気電子科では、私たちの暮らしの中で欠くことのできない、電気のある生活その誕生や活用に至るまで専門的な学習を行います。災害時、電気、ガス、水道といったライフラインの中で最も早く復旧するものが電気です。在学中、電気電子の学習や実習を通してさらに専門性を高めていきます。卒業生も電気技術者として各地で活躍しています。機械を使用しない産業はありません。物を作ったり、物を動かしたりする、あらゆる場面に機械があります。したがって、広範囲の企業から機械化生徒への求人があります。仕事内容は設計、製造、工程管理研究開発など、多種多彩で、卒業生はそれぞれ自分の個性を生かした仕事に就いています。私たちの暮らしを豊かにしてくれる科学の基礎的な技術を学び、さらにこれからの工業技術に欠かせない情報技術、材料技術、生物工学などの新技術を学び、幅広い視点を持つ工業人を養成しています。2学期制宮城県石巻工業高等学校とは、全校を挙げた、古校、石膏定期戦が毎年開催されていたが、現在は中止されている。ありがとうございます。